やっぱり今日のあの不動課題もあるように、やっぱり平和、今の時代にですね、どうしても私たちは早く平和が訪れてほしいと、まあ、そういうことを思わざるを得ない、この2、3年の状況でありますね。で、平和ということで、まあ、平和の祈りということで今日もお祈りしたわけですけども、昔からあのイエス様がですね、あの、まあ、三条の説教というところで、平和を作り出すものが幸いだと、彼は神の子と呼ばれるであろうということを言っておられるんです。で、三条の説教のこの5章にこれが出てくるんですが、4章はあのイエス様の、まあ、宣教の最初の第一声というんでしょうかね、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜようという、そういう一声があります。で、すぐに第5章、また4章にその御国が近づいた、悔い改めようという第一声と同時に、また5章でですね、この三条の説教が始まる。そのところに、まあ、平和を大きなこの課題にして、平和を作り出すものは幸いだ、彼らは神の子と呼ばれるであろうとイエス様が言っておられるんですよね。で、平和って何ですかっていうことですけども、この三条の説教をこのずっと後までこう読みますと、5章6章7章続いていく中に、まあ、いろんなこのことをイエス様が例え話等々も交えて言われて、で、それらが全部やっぱり広い意味で私はイエス様の平和のメッセージだなということを受け取っているんですね。で、平和というと今あの普通私たちは戦争がない、まあ、そういう状況を思い浮かべて早く平和が来てほしいということをこの言います。で、それはものすごく大事。しかし同時にこのシャロームっていうんでしょうかね、イエス様が言われる平和っていうのはやっぱりあの三条の説教のその後にずっと言われているようにですね、人と人との関わり、また私たちとコミュニティとの関わり、それらを通していわばこの平和というものが広くですね、あの、まあ、暴力力づくというものがない、そのような形でこの神の国をこう作っていくプロセスということで平和ということを言っておられるんじゃないかなということを思うんですね。で、やっぱり平和ってそのものは目的というよりも、なんて言ったんでしょうか、ある意味ではあの手段と言います。目的そのものは平和じゃなくて、やっぱり神の国を完成に導いていくというのは私たちの目的であって、それのためにどうしても平和が必要なんですね。戦争状態、暴力沙汰、毎日毎日その喧嘩が絶えない、そういう過程があったとしたら、これやっぱりちょっと平和ということから程遠くなってしまうということで、やはり平和そのものが目的ではなくて、平和を何としても私たち実現して、そのことを通してやっぱり神の国というものをこの完成に導く働き人として、まあ、より使わされているということじゃないかなというふうにあの思うんですね。まあ、最近のこの平和学という学問もですね、あの平和学会という学会もあるんですけれども、平和って何かいろいろ議論をする中に、やはり聖書のこのシャロームのようなあのイメージで、平和っていうのは戦争がない状態、これはまあ大前提で、これは直接的に暴力がない状態でも、間接的に、まあ、ないしは構造的に暴力がない状態を平和というふうにこう呼ぶ、そういうことが言われてますよね。ですからまさに構造的暴力がない状態、それは何かというと、今あの申し上げたように、私たちとの対人関係であるとか、それは言葉も、ね、暴力的な言説なんていうのは、ですからあのいろんな意味で最近 の, あのドメスティックバイオレンスなんていうのものすごくもう日本でしょっちゅうこのニュースになっているんですけど、
対人関係、家庭関係、職場との関係、社会の中でそのようなこのバイオレンス、言説、言葉も含めてですよ、ない、そういう状態がまさに平和。イエス様は平和を作り出すものは幸いだって言った時に、国と国とのですね、戦争をやめさせるということも含むかもしれませんが、まずその素でですね、私たち一人一人の市民が今のウクライナ、今のパレスチナ乗り込んで平和を作るというか、これとても難しいですね。で、私たちに望まれているのはそういう広い国家というか国際舞台での大きな戦争をやめさせるということも含んでいるんですけれども、もう少しこう、まあ、せめてですね、国際舞台じゃなくて国内舞台、国内、日本の国がとにかく構造的暴力がない、幸い日本は平和憲法というものを戦後すぐにスタートさせて、まあ、私たちなりで誇りですよね、平和憲法、これをこう生かしていくという働きも、やっぱり大きな平和を作り出すというイエス様のこのメッセージというものにかなうかなということを思っているんですね。ちょっと水を差すようなことがありますけども、バートランド・ラッセルっていう人はですね、ご存知かと思うんですけど、ものすごく平和活動をされる方なんですよ。ラッセル、バートランド・ラッセル、生まれは1870年ですね、もうちょっと前の方なんですけども、90歳ぐらいまで生きられて、若い頃は結構この平和反戦をやった行動家だ。もともと哲学者、ケンブリッジ大学の哲学、数理哲学の先生、有名ないろんな本を書いて、1957年だったかな、ノーベル賞、ノーベル文学賞とかね、もらった方は、幅広い教養と知識のある方なんですけども、このラッセル先生がですね、実は、なぜ私はクリスチャンでないかというエッセイを書いてるんですよね。これちょっと水を差すようで申し訳ない。ただ私はですね、それを読んで、まあ、つくづくそうなのかなと。で、まあ、ラッセルさん、バトロン・ラッセルはいわゆる英国貴族の家柄で、まあ、おじいさんの代とかおじさんなんかにこう首相、なんか総理大臣やった人が2人、3人ってこう出てるような、そういう家系なんですね、ラッセル家っていうのは。で、彼自身はそのいわゆるこうピューリタン的というか、ビクトリア朝の時代でして、結構こうピューリタン的な家庭で育つんだろうね。ですごくこうピューリタン的な家庭っていうイメージとしてはですね、こう禁欲的で、まあ、いろんなことに対して、まあ、おばあちゃんがなかなかうるさい人でですね、これ我々もしつける時に気をつけなきゃいけないんだけども、非常にこう、そんなことをやったら地獄に落ちるよみたいなこともしょっちゅうこう言われたりして、ね、非常にこう、ピューリタン的なそういう禁欲的で生真面目なのはいいんですけど、非常にこう固く狭い、環境の中で育って、でだん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 反発するようにこうなってしまったっていうことがあって、まあ、自分が哲学をやったっていう数理哲学、まあ、論証なんかが得意なんですね。でそういうことで最終的にはまあ大人になって、クリスチャンじゃないっていうことを明言してですね、ラジオ放送でなぜ私はクリスチャンじゃないかなんていうような、まあ、そういう放送を、しかし、まあ、それ読んで思うのは、まあ、非常にこうイエス様に対する、まあ、反発もあるんですけど、同時に書いているのは、まあ、イエス様のこのパッションですね、そういうものに特にこう平和を作り出すというふうなことにすごくこう共感を覚えて、もう私以上にイエス様に従っている人はいないだろうくらいな、そういう自分もその中で書いて、で実際彼は1914年5年あたりにちょうど第一次世界大戦が起こるんですけども、ドイツと、まあ、イギリス人ですね、彼はね、まあ、戦争状態で、彼は反対だ
やめた方がいい、反戦運動、ケンブリッジ大学教授になったばっかりなので、反戦平和運動をして、まあ、そのおかげでケンブリッジ大学の教授をクビになって、なんとあの留置所に、その牢屋にですね、収監されるなっていう経験を、6ヶ月7ヶ月ぐらいそういう経験をした。でもまあそれは結構、まあ、優遇されたあの留置所生活で、そこでまた本なんかも書いたり、そういうことなんですけども、それはともかく、とにかく平和というものは人類にとってとっても大事なの。これについて私は皆さん、教会関係の人よりももっとクリスチャンに近いんだ、イエス様に近いんだっていうようなこともそこでこう言ってると。だから教会って制度っていうんですか、組織っていうんですか、それはまあ国教会でしたからね、当時イギリス、まあ、第一次大戦内閣がそう決めて、まあ、教会もそれをサポートして、まあ、ドイツの間に交戦状態に入って、しかし、まあ、あのその後バステル書いてるんですけど、まあ、そのおかげで結局、まあ、ドイツを任しちゃうのはいいんですけどね、ドイツを任すんだけども、ものすごいあの連合軍がドイツに対して負債を課すわけですね、戦後保障で膨大な額の負債で、それが原因で結局ドイツがナチズムに起こる、ヒットラーで、なんと第一次大戦じゃなくて今度もっと激しい第二次大戦に突入するというような状況になってしまうんですね。で、マッセルはまあそのことをいろいろ例でエッセイの中でこう書いているんですね。第一次大戦後もラッセル・アインシュタイン宣言という有名な宣言を出して、まあ、核爆弾が広島長崎に初めて人類の中に落とされて、で彼はラッセル・アインシュタイン宣言の中で核兵器廃絶ということを科学者たちに呼びかけて、政治家たちに呼びかけて、その平和運動のリーダーシップをと取っていくということをするんですね。平和を作り出すものは幸いだ、彼らは神の子と呼ばれるであろうとイエス様のこの言葉、まあ、非常にこう考えさせられる言葉、別にクリスチャンに向かって言った説教じゃないですね、参上の説教ですから、どうなんでしょう、まあ、群衆がついて、その中にはもちろんクリスチャンだったりとかいるんでしょう。でもそういう群衆に向けて、平和を作り出すものは幸いだ、彼らは神のことを呼ばれたろうということをイエス様は言われている。で今私たちが平和を作り出すという時に、とてもとても日本の場合特にですね、少数のマイノリティにあるクリスチャンだけでは平和はできない、大きなあの国際戦争戦争ということになれば、ノンクリスチャンと共同してでも、まあ、私の実は何回かに平和パレードっていう、今私はあの品川区に住んでまして、あの品川区の市民連合っていうのノンクリスチャンと一緒にやって、でこれでよく、まあ、平和のパレード、それからあの反原発のね、私はあの去年一昨年あのリタイアした直後に、福島に行って、で原発事故後のその後、ここで鶴さんにいろんなことを調べたり、いろんな人とお話を伺ったりして、で、そういうこの、あ、そうだ、ちょうどこれ持ってきた PR じゃないですけど、その体験ももとに「閉塞日本を変えるキリスト教」はい、で原爆はもちろん、核兵器はもちろんですけど、まあ、それとほぼ同じ理屈で、原子力発電原発ですね、できてるわけですね。こんなものはもう絶対に日本からなくした方がいいということを確信するようになりました。まあ、放射能は何千年何万年人類を汚染し続ける、そういうことですから、それに対して私たちがどういうふうに処していくか、別にこれは反戦運動のために書いたわけじゃないんですけども、そういうこう文化全体に対してクリスチャンが発言する
根拠っていうんですかね、まあ、今日の最初のお話ではないんですけども、イエス・キリストのメッセージは本当にある意味ではストレートに町の人たちに語ってもなかなか通用しないところはある。それはしょうがない、我々も絶えず耐えていく。そしたら大事なのは翻訳する、翻訳、トランスレーションです。これは英語とか、まあ、ロシア語とかいうのは僕をこにする人に日本語で通じないですね。ですからそれは翻訳は、ある意味ではその巷の言葉にこう翻訳する能力っていうんですかね、私はそれをコミュニケーション能力って呼んでるんですけど、これがちょっとやっぱりクリスチャンの中に欠けてるんじゃないかというふうに思って、そういうコミュニケーションの能力をもっとこう開発して、イエス・キリストが何をおっしゃっているかということを私たちなりに人々に通じる言葉に翻訳をして、そして語っていく工夫も必要じゃないか。でそのために大きなやっぱり大前提、社会全体が平和である、平和であるっていうのはさっき言ったようにさまざまな形での暴力のない社会を作っていく、そのことをイエス様が望んでおられて、平和を救い出すものが幸いだというふうに言っておられるということを思うんですね。まあ皆さん様々にそれぞれの場でいろいろな証もなさっていると思いますし、ぜひそれを続けていただきたい。しかし同時にもうちょっと私自身にも言い聞かせていることは、ある意味ではこの聖書の非常に豊かな恵みに富んだメッセージをうまく翻訳しながら、もちろんそれは人の顔を見ながら翻訳しないとですね、この人にはこういうことが、この人には政治家にはこういう言葉、巷の、子供にはこういう言葉、もちろんそれは顔を向いて私たちは言葉、対話を変えていく技術というものがまた必要になるんです。いずれにしてもメッセージを人に伝えるためにもう少しスキルを、ね、磨いていく、そういうことも必要なんじゃないかと思ってお祈りします。天を作り出す者は幸いだ、彼らは神の子と呼ばれるであろう。主イエス・キリストは私たちに言われます。今国際舞台で大変な戦争が毎日毎日行われ、何十人の方々が日々命を落としたというニュースに、これでもかこれでもかと私たちは聞かざるを得ない辛い日々を過ごしております。どうぞウクライナのうちに、パレスチナのうちに平和が訪れます。また同時に日本国で、国内で私たちが平和を作り出すために何をすれば、私たちの生活身近なところから平和を作り出す努力をしていくことができるように、神様が力をお一人お一人にお与えくださいます。感謝を持って一言、救い主主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、じゃあ鈴木さん、今の話に関連しますか。ヒトラーもそうですけど、スターリンは1000万人くらいの自国民を殺したって言われてるんですね。私はこの世界における悪の存在ですね、悪魔っていうものが確実にいるっていうね、悪魔がそういう確実にいてこの悪の世界を支配しているっていう、私たちはこの悪魔の存在ですね、やっぱりそれをはっきりも認めてそれと戦っていくっていう、別のキリストを信仰していくということですね。悪魔と戦うって、そういうところをやっぱりもっと明確にしていく必要があるんじゃないかなと私は思っています。山田さん、全く賛成です。賛成です。正しいですよ。じゃあ悪魔は誰なんだ。プーチンイコール悪魔。でもそうですね、聖書の中でも
まあ、その不法のものとかね、まあ、いろいろな人がこう出てくるということが言われて、これプーチンじゃないのなんてついつい言いたくなるということはあるんですけど、ちょっとね、戦争っていうものの背景を考え、プーチンがなぜ戦争をやってるかって、まあ、もちろん我々はそれを許しがたいと思って、私も当然悪魔的だと思ってるんですよ。ところなんですよ、これコミュニケーションをしているとても大事なんだけど、プーチンなぜ戦争をやってるか、これは非常に複雑、どんなことを彼がどうと私はやっぱりおかしいっていうことはそこで言いたいんだけども、彼は海外のストーリーを作ってるわけですから。でね、我々はその彼がそのウクライナ、例えばですよ、例えば我々自身にそれを引き付けて言うと、同じようなことはやってなかったかということをやっぱ反省する必要。どういうことかっていうと、私たちは70数年前に戦争を終戦ということを負けたわけですね。で、なぜ日本は戦争を起こしたのか。で、なぜじゃあすでにその1910年日露戦争の後に半島です。半島ってのはコリアですよ。韓半島を植民地化したじゃないですか。それを足がかりにしてさらに中国大陸に入っていったし、満州国に入っていったし、で、なぜそういうことをしたのか、これは隣国を蹂躙したんですよ。違いますか？侵略したんですよ。あれは侵略戦争じゃないですか。で、プーチンも同じことやってます。侵略だと思うんです、ウクライナ。で、日本人がその時にそれなりの論拠を持って、五国共和とか五族共和ですね、五つの民族、でそういうようなことの理屈を持って平和的にみんなで開拓しようみたいな、で実際は戦争によってそれを奪って、まあ、よくこれはご存じです。ですから私の言いたいのは、プーチンがなぜあそこで侵略をするかということをよく理解して、でそれをやめさせるために学習も必要だし、同時に、それこそ反戦平和のパレード、私もしょっちゅう言ってるんですけども、いろんな形で反対なんだ